教えてますさん35回目個人戦術編です。今回も、はい、今回の、個人戦術編はこれまた長いやつだけど読み間違えなきゃいけないですね。テンポリサシオンオフェンシバ、まあ、オフェンシバって言ってるから攻めのことなんだと思うんですけど、テンポリサシオンなんでしょうねこれね。テンポリサシオンオフェンシバ、はい、今回はこれについてマッサンに聞いていきたいと思います。これはですね、またいつもの恒例のパターンに沿って、要はこれどんなものなのか、どんな状況で使うのか、何をするのか、まあ、結果それがどうなるのかっていうのを教えていただいて、いろいろ深掘りしたいと思います。はい、それでは早速ですね、いきたいと思います。教えてマッサン、テンポリサシオンオフェンシバとは要はどのような戦術パターンでしょうか、教えてください。テンポリサシオンオフェンシーバーを簡単に説明すると、攻撃の時間稼ぎのことです。時間稼ぎ、要は仲間の攻撃参加のために時間を作ります、うん、どんな状況で活用するかというと、カウンターアタックでボールを持っている時、はいはいはい、具体的に何をするかというと、ボールをゆっくり運ぶ、その結果仲間が上がってきてより良い、より良い状況を獲得する。以上です。はい、以上です操作班で、いいですね、流れに変わっていいとか辞書で分かりやすいですから、これすごい好評なんです。だらだらこう僕らが後で、ね、説明するんですけどね、聞いてる人からするとまずは何者なんだっていうのがすっかり分かりますから。攻撃の時間稼ぎ、カウンターでってことは主にそこで使われるよね。まあそうですね、主にカウンターで使う、要はボールを自分たちのものにし直して攻めるぞって言った時に、うん、一人でダダダダダっていくんじゃなくて、うん、相手の攻め上がりを待つようなもの、相手、いや仲間のか、仲間のね、そうその、まあ、システムの話を一回したかな、しましたね、ポジショナルアタックみたいな、うんうん、で、カウンターアタックでもシステムってあるんで、あ、カウンター用のね、そうどうやって配置するかっていう、うん、でその配置が整うまでは、まあ、運びをちょっとゆっくりして、で配置が整ったところで行くぞみたいな、そういうのがあるはず。何気なくなんか個人的にやるというよりかは、そのカウンターに向けた形が整うまで のパターン、うん、そう だからボール持った人は何対何にできそうかなみたいな、2対1にでき、じゃ1対1の状況で、仲間が上がってくる、あ、もう一人上がってくるっていうんだったら、もう絶対2対1にした方が賢いですよね。1対1のまま攻めちゃうより、うん、2対1とキーパーに対して攻めた方が攻めやすいはずなんで、まあ、単純に数の話をしてますけど、これだけど、まあ、なんかそうやってカウンターの時ってなんか思わず慌てて攻めちゃいそうになるんだけど、うんうんうん、さあどうやってここで切り返していこうかっていう、このなんか一息自分の中でその数的優位を意識するとか、うん、状況を意識するっていう、まさにその行為だけでもこの要はテンポリサッシュに なるようなイメージがありますよね。この時間稼ぎというか、意識してその心の中でちょっと間を置くみたいなのでも、この言葉があればってことですね。そう考え方があれば、そう、まあ、具体的には多分もっとテンポリサッシュ編集場を使ってこうカウンターをするって何かがあるのかもしれないですけど、なんか、うん、それを知っておいてカウンターテンポリサッシュっていうこう感覚になるだけでもなんか冷静にカウンターできそうだなって、うん、まあでも必要ない時もありますけどね、うん、要はもう取って早く攻めた方がいい時もあるはずだし、あ、そうか、もう状況はすでにできてたりだとか、そうそうそう、本当に時間が許されないというか、まあ、時間的にスピーディーに行った方がいい状況もある、うんうん、だけどここはそういった場面のちょっと、まあ、ちょっと断片的なやつで、前回あのやった FIFA とかそういったものの汎用的なものというよりかはちょっと断片的な時間稼ぎの話、こういう考え方は本当はサッカーにもあると思うんだよね。
あると思うんだけど、僕は一切学んできてないです、育成の時とか子供の時に。で、まあ、まあ自分が学び出して、ああこういうのがあるんだって知って、まあ、今や日本のフットサルでは大体もう浸透してるんじゃないかな、割と浸透してる。で、サッカーはどうなのかなって言ったら多分まだじゃないかな。面白いですね。カウンターっていうと、うん、早く仕掛けることイコールカウンターみたいな感覚があるけれど、うん、カウンターのために時間を稼ぐっていう、これがなんか面白いというか、よく言うのは、例えば2対1だと、まあ、なんか2対1だとこう攻める、3対2だとこう攻めるっていうのをもうある程度各その監督頭の中にあるんです、うん、フットサルで言ったら。で、まあ逆に言えば今度その対抗策もどんどん生まれてきてて、最近だと自分がちょっと思うのは、時間を稼ぐってことは相手にも時間を与えることになるんで、想像力時間も与えることになるから、もう要は時間をもう稼がずに攻めた方がいいんじゃないかっていう考え方もちょっと最初してて、だからあくまでその時間を稼いだ方がいい場合のこの手段、これを、ね、わざわざこう言葉にするっていうところがの方が影響が大きいですよ、特にフットサルでは意識することが多いというのがよくわかりました。いやサッカーでも大事でしょ。まあそりゃそうでしょ。けどベルギー戦のあのカウンターに入れられたやつとか、あれはまあベルギーが上手かったキーパーの速攻からね、みんなだからボール持ってるやつの周りをわーって上がってきてね、それに対してじゃあ守備側がどう対応するかっていう、結局そこのシステムの用意がお互いにあるかないかでだいぶ変わってくるから。あ、そうか、だからあれですか、そうか、だいたいどう攻めるかっていうのも、もうだってカウンターアタックでどう攻めてくるかっていうのをスカウティングしないといけないし。ああそうか、相手が多分コーナーのパターンこうですよと、だからそういう風になるから、まあ、ここに対したそのある程度分析ができているから、こういうあの優先度でボールを繋いでいけばいいだろうと、うん、キーパーが取ったらまずここに当ててから流れだろうなっていうのはある程度もう、そう、まあ、一つ共通認識されてるんじゃない。コーナーは多分フットサルでもありますからね、コーナーの守備からどうやってカウンターに繋げるかっていう、ここのポジションの人がただ守るだけじゃなくて、守った後かつ攻撃のとこまで結構やる場合がある。もうそこまでデザインしてる。すごい。だからフットサルはその辺の知識を先に言ってると思う。あ、そうそう、まあ、確かに局面が分かりやすいっていうのもあるから、人数的に、ね、掛け算した時の複雑性っていうのはもう少しシンプルなところが若干はあるから、そういうのまで考えるんですね、なんか攻めるコーナー、守るコーナーぐらいで終わり方も、攻めるコーナー、守るコーナーに対して守った人が攻めるところとか、攻める人が守るところまで下手するとデザインされてると思う。面白いですね。そういうね、あの個人戦術っていうのを意識すると、その深みが分かると思いますね。皆さん、フットボールとかフットサル、ね、どんどん深まれるからこそ、この個人戦術ね、やってて面白いと思います。いい勉強になります。ありがとうございます。はい、ということで、今日のお時間になりましたので、今回はここまでにしたいと思います。教えてマスター、本日の個人戦術パターンはですね、テンポ、リサーチオン、オフェンシバということで、攻撃の時間稼ぎということで、まあ、仲間の攻撃参加のために時間を作るということでした。はい、今回は以上になります。教えてマッサン、また次回も個人戦術編、楽しみに待っててください。アスタレゴー。